奈良市の若草山に明日オープンするアンドホテル奈良若草山が完成し、今日内覧会が開かれました。アンドホテル奈良若草山は1964年から営業していた老舗旅館有形の宿平城をリノベーションしたもので、和と自然を生かしたホテルです。屋上には奈良盆地を見渡すことができる露天風呂が新設されました。また高級な邸宅を意味するペントハウス様式のスイートルームは、奈良の風景に溶け込み自然を満喫できるような設計になっています。館内に併設されたレストランは、大和野菜や大和牛など地元食材にこだわった料理が楽しめます。立地してますのが若草山の、中腹にありますので、もうとにかく原生林のこの大自然の中でゆっくりとしたくつろぎを感じていただくっていうことが、お客様には一番味わっていただけると思うので、もうぜひそこは味わってお客様にお越しいただければなと思っています。このアンドホテル奈良若草山は明日グランドオープンします。